アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年9月16日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグウエスト公式戦、愛知ゴールデンウィングス対トライスターズ一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。本日の配信は X26 チーム、そして XE13 チーム、計19チームの合同企画によりまして立ち上がりました。このライブ配信企画にのっとって配信させていただきます。皆様のご好評大変ありがとうございます。その申し込み欄は URL、 私の説明ありますこの概要欄のところにそのリンク先も掲載されております。もしそのご意思ございましたら、ぜひご協賛のほどよろしくお願い申し上げます。また画面上にあります企業様のお名前ありますのは、その企業、企画にのっとって賛同いただけた方々、そしてこちら列記されております個人名でありますのは、その個人としてこの企画にご同意いただきましてご賛同いただいている方々です。そのご厚情大変ありがとうございます。さあ試合の方は間もなく開始という形になります。両チームサイドラインに陣取りまして、試合開始前最後の激を飛ばしております。手前側に陣取りますのが、本日はホームチーム扱いとなります愛知ゴールデンウィングス、奥側に陣取りますのがアウェー扱いとなっていますトライスターズとなります。本日の鶴見緑地、非常に快晴ではありますが大変高温な状況になっております。9月中旬という時期に差し掛かっておりますが、天候から差しまして8月並みの気温といったところでしょうか。湿度も非常に高くあります。この天候、開幕戦という非常に厳しいコンディションの中で、果たしてどのように両チームに作用するか、その点もご注目いただきたいと思います。今シーズンの X2X3 ウエストは非常に大きな変革を迎えるその前の年となっております。来シーズンは現在のリーグ制変わりまして、対 X2 のチームは2ブロック制、そして X1 のチ X3 のチームは1ブロック制に変わります。これに伴いまして X3 のチームは上位ブロック上位3チームが自動的に X2 に上がるという非常に絶好の機会を得ました。さあ半数が上がれるという非常にビッグチャンス、これをものにすることができるのは果たしてどちらとなるでしょうか。その初戦になります。この一戦まもなく試合開始となります。審判団に招かれまして両チームの首脳陣がフィールドに入ってまいりました。まもなく試合開始のコイントスです。手前側に陣取りますのが、本日はホームチームとなります、ブラックまとっております愛知ゴールデンウィングス、奥側に陣取りますのがアウェーとして本日は参戦しておりますトライスターズとなります。
はい、キックオフ、トライサーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行います。両チーム最後のハドルときまして、フィールドに散りまして、まもなく試合開始のキックオフとなります。キックオフをします愛知ゴールデンウィングス、キックオフキッカーは毛利、名城大学出身のプレイヤー、学生時代専任のキックプレイヤーでありながらチームキャプテンを務めた、その伝説のキッカーがキックオフを務めます。さあ、トライサーズリターンに入った。右方向に展開しまして、リターナー2番、自陣25ヤード付近の位置を確保して、この位置からトライサーズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはトライサーズの攻撃となります。トライサーズボールオン自陣25ヤードからの攻撃、トライサーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス不成功。まずトライサーズは攻撃の開始点より後方より一度だけできる前パスを展開しました。ほぼ真横の前パスでしたが、クォーターバック21番のパス、31番にパス通りませんでして、パス不成功となっています。前パスが失敗しますと、ボールは元の位置に戻され、次の攻撃という形に変わります。従いまして、トライスターズ2回目の攻撃に入ります。ボールオンは自陣25ヤードからトライスターズセカンドダウン10、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。これは愛知ナイスディフェンス。今度はトライサーズはランニングバックに託して中央突破を図らんとしました。キャリア22番、それに応えんと中央突破を図りましたが、しかしこれは愛知ディフェンス陣殺到、最終的に愛知47番がタックルしまして、このランプレー阻止しております。タックルしましたが、愛知ゴールデンウィングス47番の川口、トライサーズ陣地変わらず自陣25ヤードからサーラウンテン、3回目の攻撃に入ります。さあ、ここでトラブルが発生しているようだ。ターンオーバー。ここでトライサーズ攻撃を展開する際に、ラインマンからボールを受け取る際のエクスチェンジミス、ハンドオフによるミスが発生しました。これによりまして、落としましたボールを最終的に取りましたのは愛知ゴールデンウィングス。従いまして、攻撃権が変わります。愛知ゴールデンウィングスの攻撃となりました。ファンブリカはターンオーバー。現在フィールド上負傷者が発生したため、レフェリータイムアウトが入っております。
本日は協会配布のメンバー表をもとに試合を実況しておりますので、出身校等に関しての情報がございません。この点に関しては漏れている点が多々あるかと思いますが、何卒ご了承ください。さあ、ここでトライサーズ痛いミスがありまして、攻撃権を失う形になりました。逆に言いますと、愛知ゴールデンウィングス絶好の位置から攻撃開始点を得た形になります。試合再開となります。愛知ゴールデンウィングス相手陣25ヤードの位置からのファーストダウン10、攻撃権更新必要距離は10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまでは25ヤードの位置です。さあ、非常にトリッキーなフォーメーションを取った。さあ、まず中央のアンプレーだが、これはトライスターズナイスディフェンス。ラインマンを外に散らす形で広げたフォーメーションを取りました愛知。この隙を突いて中央へのランプレーを30番に敢行させましたが、しかしこれはトライスターズ4番、そして、見落としましたが、素晴らしいディフェンスの殺到によりまして、このランプレーをノーゲインとしています。見事このように対応しましたのはトライスターズの4番の森。愛知セカンドダウン点、再びこのトリッキーなフォーメーションを使います。右にラインマンを2人飛ばしたワイドスプレッドフォーメーション。さあ、その間隙をついて中央へのプレー、少なく3人になっているラインのあえてそのポイントをつきましての中央へのランプレー、これに応えまして35番、タックルを受けながらセカンドへフォートで約4ヤードゲインとしています。託されまして見事仕事を果たしましたランニングバック35番は水野。愛知ゴールデンウィングスサードダウン6、3回目の攻撃となります。攻撃権更新必要距離は6ヤード、パス不成功。今度はパスプレーに出ました。右に展開したワイドレシーバー86番にクォーターバック7番パスを投じましたが、このパスは86番キャッチミス、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。審判団から黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。まもなくその反則の内容がコールされます。オフェンスの反則です。交代違反、フィールドの中に12人おりました。アメリカンフットボール、ベンチへの基本的な人数制限はございませんが、しかしフィールドの中は11人以下と決まっております。これによりまして5ヤード抜体となりましてフォースダウンやり直しとなります。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン11、フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは43ヤード、キッカー2番の毛利。キック成功、3点獲得。ここで愛知ゴールデンウィングスキッカー2番、見事にこのフィールドゴールを決めまして3点先制する形に成功になりました。愛知ゴールデンウィングス3点、トライスターズ0点。まずは愛知が先制しました。見事フィールドゴール、43ヤードフィールドゴールを決めましたのは愛知ゴールデンウィングスキッカーの毛利。素晴らしいフィールドゴール決まりまして、まず愛知この最初の開幕シリーズを得点に上げる形で成功しております。さあ、ミスを突かれまして失点しましたトライスターズ、このリターンで大きくその好機を取り返すことができるでしょうか。愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開となります。
アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開です。従いまして必然的に失点をした側が攻撃を得やすい状況になっています。さあトライサーズリターンに入る。これも右方向に展開し、自陣20ヤードを超えたところで攻撃権を得ております。さあトライサーズはこの攻撃シリーズは果たして生かすことができるでしょうか。ボールオンは自陣25ヤード。トライサーズファーストダウン10。これは愛知ナイスディフェンス。ここはランニングバックにトスをしまして、左オープンへのスイープレーをトライサーズ展開しました。キャリア22番、そのスピードを生かして左オープンをまくろうとしましたが、これを読んで愛知51番が見事にチャージしまして、このランプレー阻止しております。約3ヤードロスと変わりました。素晴らしいタックルをしましたのは愛知ゴールデンウィングス51番、見事な対応でした。51番は小川。さあ今度もランプレーで入った。今度はハンドオフして右オフタックル付近をランニングバックにつかせます。キャリア22番、これに応えまして約4ヤードのゲイン。今度は取り返す形のランプレー決めましたが、ランニングバック22番の高島。トライサーズサードダウン9、3回目の攻撃です。攻撃権必要距離は3ヤード。さあパスは取っている。ナイスキャッチ。クォーターバック21番、今度は左に展開したワイドレシーバー18番にパス。18番スピンターンし、相手ディフェンスをまくろうとしましたが、わずか1ヤード残っております。しかし見事なキャッチでした。見事なパスを通しましたクォーターバック21番は木田、取りましたワイドレシーバー18番は勝山。トライサーズフォースダウン残り1ヤードの状況。さあ最後の攻撃権をどうするでしょうか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。パントは攻撃放棄となるパンキックです。さあ愛知リターンに入る。トライサーズのカバー陣をかわしリターンを試みまして、自陣40ヤードを超えた地点から攻撃を得る形になります。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断でその日の天候および気象条件を伴いまして、クォーターの半分でレフェリータイムアウトを取ることがございます。本日は先ほど申し上げました通り、9月にしては非常に高温多湿な、非常に日差しの厳しい一日となるようです。これに伴いまして、ここでウォーターブレイクを入れております。この配信は X3 ウエスト全19チームによる合同企画によって実現しております。その企画にご同意いただきました各企業の方々、そして個人の方々のそのご記者によりまして、この配信は実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。できる限りそのご期待に応えられるよう、チーム、そして選手の方々の熱意、そしてこの配信でもできる限り全力を尽くしていきたいと思います。さあウォーターブレイクを解けまして試合再開となります。攻撃権が変わりまして、今度は愛知ゴールデンウィングスの攻撃。愛知自陣38ヤードからファーストダウン10。
パス不成功。ここでクォーターバック4番、まず左に展開したブロッカーを固めております。左方向へのパスを投じました。しかしこのパスはわずかにショートし、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン10。トライサーズナイスです。ここでトスしまして、左オープンへのスイープレー、スピードでまくろうとしました。しかしそれを58番、37番、見事にパシュートしまして、このランプレーを3ヤードロスに変えています。見事な対応をしましたのは、トライサーズ56番でした。失礼しました、岡島、そして37番の高岡です。愛知ゴールデンウィングスサーダウン13、ボールオンは自陣35ヤード。さあ13ヤードの条件突破できるでしょうか。パス成功。ここでクォーターバックが右に展開したワイドレシーバー18番にパスを投じましたが、これはトライサーズディフェンス陣がダブルカバーしており、パス成功となっています。愛知フォースダウンに変わります。愛知フォースダウン13、パントフォーメーション、ボールオンは自陣35ヤード。さあトライサーズリターンに入ろうとしましたが、これは愛知ナイスカバー。しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。時計操作誤りまして申し訳ございません。さあこの反則は果たしてどちらにあったでしょうか。先ほどのプレー、ディフェンス側となっていたトライスターズ側に反則がありました。反則の内容コールが聞き取れませんでしたが、5ヤードの罰則となります。従いまして愛知は5ヤード前進しフォースダウンやり直しとなります。愛知フォースダウン8、同じくパントフォーメーションを取りました。さあリターンに入ろうとするが、これも愛知ナイスカバー。そのボールが落ちる絶妙のポイントに愛知19番飛び込みまして、このリターンをほとんどなしの形で阻止しています。攻撃権はトライスターズに変わります。見事なカバーでしたのは19番の金井でした。トライサーズ攻撃権得まして、自陣25ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。
これも愛知ナイスディフェンス。左オープンへのスイープレーで突破を図りましたトライサーズ。しかし愛知ディフェンスラインバッカー陣が殺到しまして約5ヤードロスを奪っています。トライサーズ自陣20ヤードからセカンドダウン15。さあここでフルバックに持たせての中央へのダイブプレー。早くそして低いランプレーによりましてこの密集点突破を図りました。キャリアは34番。タックル受けましたが約4ヤード取り返しています。見事なランを見せましたのはトライサーズ34番の伊橋、チームのキャプテン、チーム代表でもあります。代表自ら この状況に鼓舞を入れています。しかし愛知ディフェンス陣が殺到。今度は右オープンを突こうとして右スイープレーを展開しましたがこれも愛知ディフェンス陣47番を筆頭に素晴らしいチャージを決めましてロスタックルとしています。トライサーズフォースダウンと変わります。素晴らしいタックルでしたのは愛知ゴールデンウィングス47番の川口。トライサーズフォースダウンロングパントフォーメーションを選択。さあ愛知リターンに入るか。これはトライサーズナイスカバー。愛知リターナー1番スピードを生かして右オープン展開を図りましたがこれをトライサーズ2番見事なシューストリングタック。これによりましてハーフウェイ付近に手の攻守交代となります。リターン試みましたのは愛知ゴールデンウィングス1番の勝本、それを仕留めましたのはトライサーズ2番の大畑。双方個人技光る素晴らしいプレーでした。さあ愛知ハーフウェイからのファーストダウン10。パス成功ファースト。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスの反則です。無資格捕球者のダウンフィールドへの侵入という反則です。前パスの場合にはパスに出られる選手に限りがあります。ナンバー50番から79番の選手はパスを取る資格がございません。この選手たちがパスコースつまり開始点より前に出ることは基本的に禁止されています。前進は約2ヤードの3ヤードの制限がありますがこれを超えておりました。これにより補給資格がない選手がパスコースに出たという反則となりまして先ほどのプレーは無効となります。愛知5ヤード下がりましてファーストダウン15。ボールオン自陣45ヤードから試合再開。ここでホイッスルイエローフラッグ反則が発生します。オフェンスの反則です。エンクローチメント不正なスタートを切りました。オフェンスには揃ってスタートする定まった決まりがあります。これを守りませんとフォルススタートエンクローチメントという反則が伴いまして5ヤード抜体という形になります。
従いまして愛知、さらに5ヤード下がりまして自陣40ヤードからファーストダウン20の状況で試合再開となります。パス不成功。ここでクォーターバックは左に走り込んだバイドレシーバー30番へのロングパス。しかしこれを見計らいトレイサーズ27番見事にパスカットしパス不成功としています。今度はディフェンスバックとレシーバーの見事なその競技の共演がありました。パスを投じられましたターゲット30番は近藤、そしてこれを見事カットしましたのはトレイサーズ27番の佐川。愛知ボールオン40ヤードに戻されましてのセカンドダウン20。ナイスラン。クォーターバック7番ここでオプションプレーを選択。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに投げ渡すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック自ら持ちました。素晴らしいステップワークで約9ヤードゲインとしています。見事なランを展開しましたのはクォーターバック7番の長原。この選手を獲得しましてかつては X2 昇格も果たしております。愛知サーダウン11ボールオン自陣49ヤード。パス成功。ナイスキャッチ。ファーストダウン。クォーターバック7番今度は中央に走り込んだワイドレシーバー30番にパスを通し攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン。見事なパスを決めましたクォーターバック7番は長浜、取りましたのは30番の近藤でした。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス3点トライサーズ0点。攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。